お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。高岡方面、宇都列車金沢駅です。途中の高岡には17時32分、伊豆留17時49分、終点の金沢には18時16分に着きます。列車は4両で運転いたしております。お手洗いは先頭1号車と中ほど3号車にございます。車内は禁煙です。おタバコはご遠慮ください。この列車のドアは駅につきましても自動では開きません。降りの際はドア横の開けるのボタンを押してお降りください。ただいまのお時間はスムーズに乗り降りしていただくため補助チーズはお使いいただけません。ご理解ご協力をお願いいたします。このシートを使っておられるお客様恐れ入りますがご理解ご協力をお願いいたします。携帯電話のご使用についてお願いいたします。車内での通話は周りのお客様のご迷惑となる場合がございます。通話はご遠慮ください。優先座席とその付近では携帯電話の電源をお切りください。その他のところでは音が出ないようあらかじめマナーモードに切り替えていただきますよう皆様のご協力をお願いいたします。車掌はやまして終点金沢までご案内をいたします。ご乗車ありがとうございます。次はクレッハ、クレッハです。
JR 西日本では、明日3月14日にダイヤ改正を実施いたします。列車の運転時刻などが変更となります。今回のダイヤ改正から北陸新幹線が開業いたします。また北陸本線、金沢、直江区間は各県第三セクター会社への事務があります。これまでご愛顧いただきありがとうございました。引き続きご利用いただきますようお願いいたします。なお JR 選手権で第三セクター区間はご利用いただけませんのでご注意ください。詳しくは駅係員までお尋ねください。 JR 西日本からのお知らせでした。発車いたします。ドアにご注意ください。ドアの横のボタンを押してください。ドアが開きます。別注大門です。
中大門、越中大門です。お出口は左側です。ドア横の開けるのボタンを押してお降りください。次の高岡駅では3分ほど止まります。お忘れ物、落とし物なさいませぬようご注意ください。ありがとうございました。まもなく高岡です。